ノースプロビデンスはアメリカ合衆国ロードアイランド州の北部プロビデンス郡の東部に位置する町である。2010年の国勢調査では人口32,078人であり、州内の市長を合わせて第9位だったノースプロビデンスは総面積で5.8平方マイルと州内で最も小さな町であるが、市を合わせると近くにあるセントラルホールズ市がわずか1.29 平方マイルしかなく、ノースプロビデンスはその次になる。ロードアイランド州は、面積1214平方マイルと、全米一小さな州であり、その中では隣接するブリストル軍が45平方マイルと最も小さいが、それでもブリストル軍で最小の町はウォーレンで8.6平方マイルある。ちなみに市長で、最も面積が広いのは62.3平方マイルのコベントリー町であり、 人口も町の中では最も多い。ノースプロビデンスは1765年に町として法人化され、当時の領域には現在のプロビデンスとポータケット領主を含んでいた。ノースプロビデンスは1974年に初代の町長を選んでおり、それ以後町長と7人の委員で構成する調整委員会が町を治めている。これまで4人の町長が選ばれてきた。 税長週間、クローデット・ムーニー1921年から1971年、ノースプロビデンスのセンターデールマナー地域が、周辺の土壌や川に、有毒の液体や廃棄物を排出した、繊維、化学及びドラムのリサイクル産業によって汚染された。2000年、アメリカ合衆国環境保護庁が、センターデールマナーとブルックビレッジを含む広さ9エーカーの地域を、 スーパーファンド的用地と宣言した。どちらの地域も高齢者にとって手頃な住宅地域だった。保護庁は地域の魚類や土壌から高濃度のダイオキシン、揮発性有機化合物、ポリエンカビフェニルを分析記録した。この地域は地域社会とはフェンスで分離され、汚染された魚類を食べないよう警告板が付けられているので浄化のための評価が行われている。 2010年5月4日、ノースプロビデンス調整委員会の委員3人が FBI に逮捕され2万5000ドルの賄賂を受け取り、開発業者が町内にスーパーマーケットを建設できるよう便宜を図った容疑で連邦裁判所に告発された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、町域全面積は5.8平方マイルであり、このうち陸地5.7平方マイル、 水域は0.1平方マイルで、水域率は2.07%である。ノースプロビデンス町内には、アレンデール、センターデール、フルートヒル、グレイストーン、ルイスクイゼットライマンスビル、マリービル、ウッドビル、ジェネバと呼ばれるビレッジ、または地区がある。ノースプロビデンスの南は、プロビデンス市、西は、ジョンストン町、北は、スミスフィールド町とリンカーン町、東は、 ポータケット市に接している。町内には小学校7校、ジュニア高校2校、高校1校がある。クレーストーン・ミルズ・ウィップル・エンジェル・ベネット定位化は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。